はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、えー、ブルシットジョブ、クソどうでもいい仕事の理論、第4回をお送りいたします。まあね、あの、新しい、あの、部屋になりましてですね、まあ、YouTube の方は見ていただけてると思うんですけれども、まあ、あの、ご覧の通り、まあ、部屋はね、ちょっとごちゃついてるっていうか <laughs>、え本当にこう、あの、エントロピーが増大しております。 えー、まず、ごちゃついて、こっからスッキリさせていく、ちょっと、経過段階にありますので、えー、ちょっと今ですね、部屋を、まあ、ある種工事中みたいな感じなんで、ちょっと、あのー、見栄えは悪いんですけれども、えー、ちょっとですね、進めていきたいと思っております。で、えっと、<laughs> あのー、前回ね、あのー、 ブルシットジョブのル類計とかっていう話を、えー、と第3回でしてでそっからね結構僕あのもう2週間以上経ってんのかなそれ取ってからだからちょっと流れがもしかしたらちょっとあの僕自身が思い出しながら喋るんで、えー、少しあのー、聞き苦しかったら申し訳ないんだけれども続けていきたいと思いますでね <laughs> あの前回かな前々回かちょっと触れたことでもあるんだけど あの、ブルシットジョブっていうのは、すべからく、公共部門にあるんだっていうですね、えー。そういう信仰というか、それ、そういう言説って結構ルフしてて、で、それをルフさせてるのは、あの、リバタリアンと言われる市場原理主義者ですね。えー、つまりその、ミルトン・フリードマンとか、ハイエクとかを教科書にするような、えー、そういう人たちって、その、要は、要は、こう、ね 役人がやるからダメなんだろう民営化すれば効率化するじゃないかって言うんですよ。でもそれ嘘だよっていうのを、えー、っと、グレーバーさん言ってて。で、一つの理由は、前も言ったように、その銀行とかの、あとはその携帯電話のね、その契約するときとか、書類とかえげつないじゃないですか、あの、面積事項の読み上げとか。で、ああいうのって、あの、その規制は、じゃあなんでこんな、 クソみたいな規制があるんですかこんな時間使って人使って何やってんすかみたいなことを、じゃあ、えー、詰めていくと。<laughs> で、上、上の方に、上の方に詰めていくと、役員、会社役員とかに行くわけじゃないですか。じゃあ、その会社役員って誰、えー、なんていうかっていうと、いや、政府がね、いろいろね、うるさいんですよ、みたいな。せ総務省うるさいんですよ、みたいな言うんだけど、実はそれをさらに詰めていくと、実は、その、えっ、ー、と、要は、そういう仕事って、そのね、ステークホルダーを守るための、まあ、後で出てくるんだけど、レントシーキング、レントシーキングって言って、 その権益を守るみたいなことなんですよ。放送で言うと、放送、法映権みたいな、け、権、えっ、ー、と、権益っていうのを、自分の、そのしょ、職、んこの業界における、えっ、ー、と、その、自分の諸場代みたいな、ここは俺の諸場だぜ、島だぜ、みたいなのを、その法律で守ってもらおうとするから、 その業界の役員の人たちは政治家に働か、働きかけてそういう規制を作ってもらうんですよ。それによって新規参入が難しくなってその業界が守られる。で、それに伴っていろんなペーパーワークが発生するっていう流れがもう一つあります。あ、一つあります。で、それ前も説明しました。で、えまさにその <laughs>、10万円給付のね、クーポン券。 えー、を配るのに900億円高の経費が使われるって、まさにそういうことで、それって民営化なんですよ。だって政府が、あの民間に委託した結果そうなってるんだから。なのに、ものすごい役所仕事が、ペーパーワークが増えて、予算が 1000, 1000億円近くあるってことは、それだけ人も使うし、ペーパーワークも多いし、我々、受給される側の煩雑さも増えるってことなんです。 だから、その、ブルシットジョブを大量に生むってことで、今ね、いろんな自治体が、まあ、その民意のね、反対にあって、お前何やってんだ、みたいなことを政府に突っ込みがあったから、今の自民党は、これまずいな、と思って、え、現金給付に切り替える自,自治体が増えてきているという事情があります。だから、あの話でブルシットジョブ問題でもあるんですよ。で <laughs>、その、今言ったように、えっと、民間部門が自分たちの権益を守るために、そういう規制を政府、 と一緒に作ってその結果、ペーパーワークとブルシットジョブが増えるという、そういう理由もあるんだけど、実はね、客観的なデータで、その公共部門と民間部門を比べると、ブルシットジョブの量って、民間部門の方がむしろ多いという証拠もあるんですよ。で、その理由っていうのが、さっきとは違う角度から述べられてるんです。その部分、お読みしますね。 えー、214から216ページ。アメリカの私立大学を考えてみよう。つまり、この私立大学って民営化ってことじゃないですか。ね。大学が国営とか、ね。県営とか。あそういう効率の大学だから、あのー、そのパフォーマンスが悪い。 作業えー、ね、つまり効率が悪いんだと。えー、だからもう全ての大学はもう私立、私立、プライベタイズせよみたいなことを多分竹中平蔵的な、いわゆる市場原理主義者ならば言うんでしょうけども、これ間違ってるよって言うんですよ。 間違ってるよっていうのは、その、私立化して、竹中派蔵のように俺が儲けたいっていうなら、あの、筋は通ってるんだけど、私立化したら効率化して、そして無駄がなくなるっていう風に言ってるんだったら逆だよって言うんですよ。本当に無駄をなくしたかったら、むしろ公共部門に留めた方がいいことってたくさんあるんですよ。 はい。214から216ですね、えー。もう一度読みますね。アメリカの私立大学を考えてみよう。ここにアメリカの大学における管理業務の進職を示す二つの表がある。共にベンジャミン・ギンズバーグの著書、学部の没落からの引用であるが、踏まえておくべきことは全て凝集されている。一つ目の表が示しているのは、アメリカの大学全般における管理運営者、つまりアドミニストレーターと職員、スタッフの割合の増大である。 ね。えっと、アドミンストレーターとスタッフっていうのは大学でいうところの、まあ、日本の大学でいうと、いわゆる学生化と言われるところですね。つまり、あの、授業を教えたりとか研究したりとかする教授以外の、そのかん、コスト部門を担う人たちです。で、<laughs> で、授業料が急上昇したこの30年の間に、で、前も言ったように、アメリカの大学って授業料めちゃくちゃ上がり続けてるんですよね。 で、学生に対する教員の総数はほぼ変わらないままであった。ね、授業料がこんなに上がってるの。例えばじゃあ、仮に30%上がったとしましょうよ。授業料がね、この30年でも多分もっと上がってるけど。で、30%だとすると、30%授業料が上がったのに、教授の数は変わってないです。じゃあ、この30%の大学,大学が増収した分、どこ行ってんのって話ですよ。 はい。えー、過去実際には、対象期間の終わりには学生に対する教員数は以前よりもわずかに少なくなっている。はい。つまり、教員の数、大学の研究者とか教授の数は少なくなっているのに、大学の収入は上がってるじゃあこの収入どこ行ってるのはい。それと同時に、管理、運営者、とりわけ大学職員、アドミニストレーティブ、スタッフの数は、前代未聞の急上昇を見せていると。これまあ表1で示されてるんだけど、 つまりこの30%の収入を使って誰が食っていってるかというと教授じゃないんですよ。研究者じゃないんですよ。学生課の、まあ、一日中パソコンの前で何か仕事をしてる人たち。もちろんそういう人の、そういう人の仕事が必要ないって言ってるんじゃないですよ。ないって言ってるんじゃないけど、ここがすごく肥大したよねっていうのは間違いなく言えることなんですよ。 で、ほとんどの場合、教員たちはこれまでやってきたことをやり続けている。つまり、講義をし、ゼミを指導し、オフィスアワーに学生と面談し、試験を実施し、卒業証書を手渡しているのである。それなら、政府の締め付けという点ではどうだろうか。ギンズバーグは、<laughs> 簡単な一つの表でもって、またもやその議論を一周してくれていると。つまり、こんなにアドミニストリーティブスタッフが増えたのは、もう政府がいろいろ締め付けてくるんからですよ。好きやけね。政府がいろんな、なんか、レギュレーションをやってきて、それで仕事増えるんですよ。つって、アドミニ、アドミニストリーティブ部門の人たちは言うかもしれない。だけれども、その反証となるような表があるわけですよ。現実には、私立、私立大学における、 アドミンストレーターとマネージャーの数は、公立大学、パブリックな学校の2倍以上も増加していると。ね。政府による規制が、政府の官僚機構、過去公立学校の2倍分の管理業務を民間部門に作り出したなどというのだろうかところがこうした数値に対する最も筋の通った解釈が示すのは、それとは真逆の事態である。つまり、 公立パブリックな大学は先日見れば公共の義務を負うのである。無駄な支出を抑え、予算を削減せよという政治的圧力のもとに工場的に置かれているものの。ね、つまり、えっと、公共の大学は公共の義務を負ってるから、 その経費削減とか無駄の削減無駄の、えー、無駄をなくすという圧力が常に働いている。しかし、そのような仕組みによって、新,新しく、えー、任命された学部長が自分が重要人物だからという理由で直属の大学、過去アドミニストリーティブスタッフを5、6人追加するのが当然であるなどと決めてしまう。そしてその後で初めてそのスタッフが何、何をやるのかを考えるような事態を抑制する傾向にある。つまり、えっ、ー、と、公共部門 っていうのはすごくその市民の目っていうのが出てくるわけじゃないですかね。つまり、えー、例えばまあ日本で言ったらその東大とかあもうねあのー、国立大学とかまあそういう大学って市民の目がある。税金お前ら使ってんだろうっていうのがあるからだからその政治的なチェックがある。チェックのバランスが。 できるんですよ。だから、すごい、成り物入りの学部長が来たときに、5、6人、俺は、俺らはすげえね、もうノーベル賞も取ってるから、ちょっと5、6人雇っといて、つって。<laughs> で、で、えっ、ー、と、じゃあやることは、俺考えるわ、なんつって。で、なんか、ブルシットジョブが生まれていくっていうことは、ありえないんですよ。なぜなら、そんなことしたら市民の、市民が黙ってないから。 で、えー、私立大学の管理運営者、去アドミニストレーターたちは、その大学の理事会にのみ責任を負っている。だから、どこに責任を負ってるかが違うんですよ。パブリックな部分、部門って、市民に対して責任を負っているんです。で、プライベートな、ね、部門って、基本的には、ね、理事会に、あるいはまあ会社だったら、役員会、そして株主に対して負ってるんです。だから、そこだけ見てればいいんですよ。 ね。そして役員たちは大抵突出した金持ちである。たとえ彼らが企業世界の人間でないとしても、少なくとも企業的な監修と感性によって形成された環境の、環境で働くのに慣れている。結果として、そのような学部長の振る舞いも自明視され見過ごされる傾向にある。つまり、 私立大学の方がチェックバランスみたいなことが、その市民に対してではなくて、大金持ちのオーナーたちに向いてるから、そのオーナーたちはこの学部長が、ましてやそのオーナーの骨で入ったような学部長だったらどうでしょうかね、そしたら、俺のためにちょっとょ、事務所構えてさ、あのー、5、6人役取ってさ、やることちょっとまだ決まってねえんだけど、あのー、やっといて。 <laughs> で、で、で、教授、教授先生様、何をしたらいいんでしょうかって言ったら、ね、そのスタッフ、雇われたスタッフは。うん、そうだな、なんか、あのー、そうね。なんか、とりあえず、表を作って、表。うん、なんか、エクセルの、うん。なんか、表。うん、表だよ、表。 言えばわかるだろうなんつって。<laughs> それで、隠して、パソコン、大量のパソコンと大量のペーパーワークが生まれるわけです。っていうことを、まあ、ここで、え、ブルえー、ね、あの、グレーバーさん言ってるんですよね。面白いですよね。で、あのね、でね、俺、最初から言ったんだけど、あのー、 すげえ話があって、まあそうですね、これね、あのね、エレファントティーっていう、えー、ある、その、民間企業の、その、本当の実話が、ここで紹介されるんですよ。 で、これすげえ話なんで、ちょっとそのまま読みますね、まずはね。えー、235から237ページ。ここ40年ほどの間に、えー、資本主義に起きたことのー、えー、偶、話を聞きたいのであれば、私の知るおそらく最良の事件はフランスのマルセイユ近郊にあるエレファントティーの工場である。これまあ、お茶の、紅茶の会社でしょうね。で、そこはもっか 従業員たちによって占拠されている。そう、そうなんですよ。この会社って、今、従業、まあ、今っていうか、まあ、このグレーバーさんが書いた時点で、従業員たちが、まあ、もうなんか、革命を起こしてっていうか、なんか、ラッダイト運動って言っていいのかなと呼んでいいのかわかんないけど、従業員たちがそこを占拠したってった、まあ、あストの延長なのかなでももう、創業はしてるんですよ。で、ちょっと、読みますので、ちょっとどういう話か。 皆さんにちょっと理解していただけたらと思うんですけど、私が数年前にその工場を訪れたとき、選挙者の一人、その工場,内工場内のガイドとして私と数名の友人を案内してくれたこの方が何が起きているかについて教えてくれた。もともとそこは地元の会社のものだったが、 ペイと企業買収の席巻した時代に、紅茶産業の最大え、世界最大手であるリプトンのオーナーリプトン、皆さんご,ご,ご存知ですよね、えー。で、リプトンのオーナーはユニリーバなんですよ。で、ユニリーバによって買い上げられたとで。当初。 会社は工場の組織を実質的に放置していた。ところが労働者たちは機械をあれこれいじくり回す習慣があった。その結果、あれこれと改良がもたらされ、1990年代までに50%以上生産性を上昇させたのである。それによって収益も著しく増大したと。 ね。で、えっと、どういう、まあ、時系列というかね、説明すると、1990年代までの、その、ね、えっと、この、エレファントティーっていうのは、その従業員たちが、なんかこう、職人機質の方々だったんでしょうね。だからその、毎回、えっと、毎日の作業の中で、この機械こうしたらいいんじゃないかな。この機械をちょっと、こう、工夫して、サイン、作業のラインの流れ、流れを変えたら、すごく効率化できるんじゃないか。そういう創意工夫をずっとしていった結果、あ、ま、すごい生産効率も上がって、現場のね、下からの、 という提案によって現場がまさにトヨタ式の改善じゃないですけど1990年代まで、ね、50%すごいですよね生産性を上昇させてたんですよでそこへ来て、えー、ユニリーバーによって買い上げられたってことが起こるんですよで1950年代60年代70年代であれば産業化された世界のほとんどでは企業の生産性が増大、えー、上昇すれば増大した利益の一部は賃金や便益という形で労働者に再分配されるという暗黙の了解が存在していたところが80年代から そんなことがなくなる。それで次のようになるわけだ。ここからがナラティブ。えー、つまり、えー、お話です。<laughs> ね <coughs>、こういう話なんですよ。彼らは私たちにお金を少しでもよこしたでしょうかつまり90年代以降ユニリーバーに買い上げられて、大手の一部となった時に何が起きたかってことです。と、ガイドが問いかけた。ノーです。 それでは彼らはその金で労働者を追加して雇ったり、事業を拡大するために新しい機械を借り入れたりしたでしょうかこれもノいずれもしませんでした。それなら彼らは何をしたのでしょうかどんどんホワイトカラーの労働者を雇い始めたんです。つまり、その、ね、その、えっ、ー、と、職人たちが手を汚して機械油にまみれて、で、創意工夫をして頭も使って50%生産性を伸ばして利益を増やしました。そう その利益をね、その企業のオーナーたちと言っていいのか経営者たちは何に使ったかというと、その工場をより良くするためでも、労働者の給料を上げるためでもなく、ホワイトカラーのね、背広を着て、ネクタイをして、パソコンの前で働くようなスタッフを雇い始めたんだっていうんですよ。しかも悪いことに、そのホワイトカラーは油にまみれた人たちよりも給料がいいんですよ、多分。ね。 で、もともと私がここで働き始めたとき、ホワイトカラー労働者は二人いるだけでした。社長と人事です。数年前はそのままでした。ところがある日突然、三人、四人、五人、七人とスーツを着た連中がうろうろし始めました。会社は そいつらにあれこれと適当な肩書きを与えましたが、基本は全員が何をやるべきかを考えるために時間を潰していたのです。だから、どんどんスーツを着た連中が来るんだけど、彼らは何をするかわかんないから、一日何をしているかというと、何にするかなーつって話し合ったり、会議、会議に次ぐ会議を開いて、レポートに次ぐレポートを書いてですね、考えてたんです。ね、そして何をしたか。それから、で、いきますよ。えっと、 ひも、ひも、時間を潰していたのです。私たち、私たちを、あ、ごめんなさいね。えー、っと、三人、四人、五百、 ごめんなさい。3人、4人、5人、7人とスーツを着た練習がうろうろし始めました。会社はそいつらにあれこれと適当な肩書きを与えましたが、もうな、もう君はシニアマネージャーだ。君はエリアマネージャーだ。君は管理、えー、管理リーダー、スタッフ、スーパーバイザーだ。みたいなことと、まあ、なんかそういうのを <laughs>、会社は、そういうホワイトカラーには与えるんですよ。で、えー、ブルーカラーの油にまみれて、その、その生産性を本当に上げた重宝人である奴らはうん、お前らまとめて従業員ね。つって <laughs> 作業員ね、っつってね、えー。そういう扱いだったんですよ。でね、えー、連中は連日私たちが働いている間、現場の通路を行ったり来たりしながら私たちを睨みつけてノートにメモを取っていました。それから聞 会議、会議をし、議論をし、報告書を書いていました。しかし、それでもなお、彼らは自分たちの本当の存在理由を何一つ見つけ出せていなかったと思います。ところが、ついに、一人が解決策を思いついたのですなんでしょうか工場全体を閉鎖して、労働者を解雇し、会社をポーランドに移すのはどうでしょうちょっと、絶句しますよね。 これ、つまり、ポーランドって、EU にとってのポーランドって、これね、ちょっと、まあ、言い方あれだけど、その、アメリカにとっての中南米であり、アジアにとっての、まあ、日本とか韓国にとってのベトナムとかタイとかのことで、つまり、ね、日本だと町工場を、 まあ、日本で考えましょうよ。じゃあね、その、なんだろう、う東京下町でもいいです。愛知県でもいいです。富山でもいいです。町工場がありました。で、そこが、なんかね、大手の、まあ、何がいいかな。東芝なのか、パナソニックなのか、三菱なのか、なんかそういう経営が変わりました。と統合されました。ね。 うんと、企業買収がありました。まさにね、政府の顧問の、今ね、デイビッドア・アトキンソンさんとか、竹中平蔵さんがそういうことをやれやれって言ってますよね。で、実際ありました。その結果、やたらと、そのスーツを着た職員が増えました。で、その工場をうろうろしてます。で、え、ある日、で、なんか、報告書書書いたり、会議を開いたり、どんどん会議を開いたりしてます。で、分かった。解決策分かったわ、つって。そうだ。 この工場この富山工場を閉鎖して、ベトナムに移せばいいんじゃないですかって言うんですよ。それはいいなんつって。やばくないですかこれ。<laughs> で、で、一般的には、特別管理職というものは、建前としては効率性を上昇させるというも、えー、目的のために雇われる。しかし、この場合、 効率性はほとんど向上していない。それに対し、労働者自身は効率性を最大限上昇させた。ところが、以前その管理職連中の職は安泰だったのである。このことは、ここで起きていることが効率性とは何の関係もないこと、全てが企業の道徳的責任についての了解事項の変化に関わっていることを示唆している。大まかに言って、1945年から1975年にかけて、労働者と雇用主、そして政府の間には、いわゆるケインズ主義的妥協が 存在していた。そしてその暗黙。 の、えー、了解事項の一つが、労働生産性の上昇は、労働者に対する報酬の上昇と、必然的に結びついているということであった。次の図を見れば、一体何が起こったのかわかる。70年代に、生産性の上昇と報酬の上昇は分岐していく。つまり、報酬はおおよそ平行線をたどっているのに対し、生産性は飛躍的に上昇しているので、これね、あのー、まあ、要は今、ちょっとね、ケインズ的、ケインズ主義的妥協っていうのが、 今出てきたんだけど、どういうことかというと、75年あたりを境に世界の経済って変わっちゃったんだよっていうふうにグレーバー言うんですよ。で、後に出てくるんだけど、経営法、えーっ,とねえー、っとね、経営、えっとね、経営法権制だったかな、えー、っていう状態に今はなってると。今もう資本主義じゃないんだよっていうことをグレーバーさん最後言っていくんですよ。で、えー、っと、ちょっと話、戻して、えー。ケインズ主義的妥協って何かというと、その企業が、 ね、今までに100億円儲けてたのが200億円儲けれるようになったらその儲けは労働者に還元されるべきだというコンセンサスがあったんですよ75年までは。 で、それがなくなるんですよ。じゃあなくなったっていうトレンドを作ったのは何かというと、80年代のサッチャー・レーガンの、そのいわゆるミルトン・フリードマンとか、えー、フリドリヒ・ハイエックとかを、えー、ま、教科書にしたような新自由主義という、えー、ものなんですよ。で、ま、新自由主義が直接これに関係あるというよりは、その新自由主義の経営のあり方なんです。誰を見て仕事すんのって話なんですよ。つまり、労働者よし、ね、市民よし。 株主よし。これがまあ、その三方よし的な建術主義の、まあ、すごく簡単な言い方と、だとすると、80年代以降って、株主よしなら何でもいいって感じになってくるんです。だから、労働者が失業しても関係ないんです。で、こういうことが起きた結果、ここに、そのね、あのー、グラフがね、載せられてて、ちょっと、ここではちょっと皆さんグラフお見せできないんだけど、どういうグラフかというと、その、70年代以降、実は、その、 企業の、えっ、ー、と、労働生産性って上がり続けてるんですよ。ずっと。この50年トレンドとして。ね。年率何パーセントかで上がり続ける。これ世界的なトレンドとして上がってるんです。これ日本も例外じゃないんですよ。だけど、労働者の <laughs>、あの、給与ですね。これ物価上昇率を、補正をかけると、アメリカではほとんど給与上がってないんです労働者の。 で、日本に至っては、ちょっと下がってるんですよね。じゃあ、この、なんていうの、その、差額ってあるじゃないですか。もう、もう、要は、一た、人当たり70年代には、ね、えっと、人の労働者が、70年代には、例えば、1000万円の大きな企業に勤めてて、1000万円の、えー、価値を、年間生み出してたとしましょうよ。ね。とすると、今、2020年に、 一人当たりの労働者が生み出すとみて2000万円になってると。それなのに、その同じ同等の労働をした労働者が、給与が70年代の時は500万円だった。ね。えー、2020年でも500万円のままなんです。まあ、物価上昇率かけたら。じゃあ、この <laughs>、 追加の1000万円、どこ行ったのっていうのが、まあ、このブルシットジョブの最後の結論になってきて、結構我々ゾッとするんですよ。いきますよ。続き読んでいきましょう。えー、生産、この生産性上昇から得られた利益は一体どこに行ったのだろうか。皆さん気になりますよね。なるほど。しばしば言われているように、そのほとんどが1%の財布輸送、つまり投資家、 企業幹部、そして上位層の専門管理職、えー、専門管理初階級の資産を増大させた、まあ、CEO とかそういう人たちですね。ところが、 エレファント T 工場を企業世界全体の縮図とみなすならば、それだけではないことは明らかである。そうなんですよ。だから、いや、これはね、もう1%のウォーレン・バフェットとかね、ビル・ゲイツとか、ね、そういうジェフ・ベゾスとか、もうあいつらが持っていってるんだ、ケしからんみたいになりがちなんですけど、ちょっと待ってくださいと。やっぱり1%はそう言っても1%なんですよ。 ね。1%がいくら富を持ってる。とはいえ、とはいえ、とはいえ、そこまで大きな富ですよ。その労働生産性の一人頭一、一千万円の富が消えたっていうことまでは説明できないんです、やっぱり。で、そうするとね、生産性上昇による利益のかなりの部分がまた、全く新しい基本的に無意味な専門的管理職の地位。そしてそこには大学の事例で見てきたように、大抵同じく無意味な事務職員の一群が伴っている。 を作り出すために投入されているるのであるつまり、この消えた富って、ブルシットジョブを作り出すために使われ続けてるよってことなんですよ。これまでしばしば見てきたように、まず職員が配置され、それからその職員たちが現実になすべきこと、格好。 それ、もし、えー、それがもしあるとして、カッコ閉じるを見つけ出さなければならないのである。そうするともう仕事の仕事、ための仕事を作んなきゃいけないじゃない。なんかね、僕、あの、伊集院光のね、なんか、なんかバイト、なんだっけ、働くおじさんなんとかみたいなね、なんかね、昔あったね、コーナーがあって、それをなんか僕、打つの時アーカイブ聞いて、すごい面白かったんだけど、なんかさ、その、えっ、ー、と、バイトをね、してる人、 その、自分がこんなバイトしましたよとか、こんな仕事をしましたよとか、面白い仕事あるじゃないですか。そういう、なんか、なんかこう、死体をホルマニンにつけるとかね、まあそういう有名なところであったりとか、そういうのを紹介する中で、なんかね、すごい不条理な仕事みたいなのがまたあって。で、それが、あの、バイトで、その、じゃあ、 コンビニとしましょう、仮に。で、私は、あの、以前コンビニで働いてました。で、そのコンビニはあまりにも暇で、えっと、5時までがシフトなのですが、16時になるともう本当にやることがなくなります。で、そうすると、えー、何をするかというと、その、えっと、詰書所に行って、えっと、ある、えっと、ファイルを、 一回、えっと、ほぐして、そしてそれを、えー、もう、エクセルに打って、そしてなぜかもう一度ファイルを閉じるという謎の仕事が生み出されていましたみたいなさ。<laughs> 本当にそういうのがあって。だから、なんかちょっとそれに似てることが起きてるんですよね。で、言い換えれば、封建性のアナロジーは実際には、 アナロジーでさえない。でね、さっき、封建性。今の社会って資本主義じゃなくて、封建性。つまり、えっ、ー、と、まあ、封建性って社会のね、まあ、ねあの歴史の教科書で調べてもらえばいいんだけど、あのー、なんだろうな。 その職業選択の自由とかが、あ,ある前の、その、領主がいて、その領主は諸場代を取って、その小作能がいてっていう、そういう社会の仕組みだった時代のことを封建制と呼ぶんですけど、で、えっとね、えー、グレーバーさんは現代ってもう封建制だって言ってて、で、これはもうアナロジーではなくて、もう実際に封建制なんだって言うんですよ。で、マネジリ、えー、マネジリアリズム。で、マネジリアリ リズムっていうのも、まあ、グレーバーさん特有のね、言い回しなんだけど、その、マネージャー、つまり管理、管理主義っていうのかな。うん、管理主義でしょうね。日本語に訳すとしたら。マネージングっていうのが管理するってことで、リズムっていうのは、イズムっていうのは、まあ、主義ってことだから、管理主義の見かけのもとで、そこでは富と地位が、経済ではなく、政治によって割り振られる。 新しい見分けにくい形態の封建性が生み出されている。こうして、過去経済的とみなされるものと、過去政治的とみなされるものの差異を見つけることが、ますます難しくなるのであるという。まあね、結構今日の箇所はね、本当に、相当僕は重いパンチを食らったんですよね。 そしてまたそのエレファントティーの話は本当僕溝落ちに来たんですよね。でまた僕自身がこういうそのマネジリアリズムのによって生み出された給料はなぜか高いけどこれって意味あるんだろうかっていう仕事をしなきゃいけないホワイトカラーの仕事につかなくて本当に良かったなっていうふうに僕は思います。 はい。で、そのエレファントティーのね、その労働者の方々って結局その、えっと、ポーランドに移転しようっていうことに反対して、もう工場を占拠しちゃったんですって、フランスで。で、なんだろうな、本当に考えたいのは、そのブルーカラーの機械油にまみれた人たちと、その、それ企業を、 工場を売って、ね。ポーランドに移転しましょうよ。まあ、日本だったらアジアに移転しましょうよ。ということで、なんかこう仕事をした気になってるホワイトカラー、なんか世の中にどっちが必要なんでしょうねっていうのは、すごく思いますよね。はい。ということで。 え今日はブルシットジョブ、クソどうでもいい仕事の理論第4回をお送りしました。えー、次回第5回へと続いていきます。本日も聴いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。